い、皆さんこんにちは、ゆうりです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はですね、私がもう何年もずっと使ってる、皆さんご存知のメルカリのですね、すぐ売れるコツを今回は紹介していきたいと思います。かなり有名なメルカリですけど、私も高3ぐらいからかな、ずっとこう友達のその友達がやってるっていうので、ちょっと紹介されてやってみたらもうハマっちゃって、結構ずっとお小遣い稼ぎで自分のいらない服とかアクセサリーとかを販売してました。あとやっぱメルカリ自体その安く購入できるので、学生からするとすごいありがたいアプリで、もうずっとそれは今でも結構ずっと愛用してます。ひまちゃんの服とかもほとんどメルカリかなとかありますね。こう結構新品なのもあったり、まあ、そんな使ってないものとか、あんまりそういうの私自体全然バーって買っちゃうタイプなんで、メルカリの方が結構安いし、しかももう大量に買えるし、で自分が売れたものはポイントとしても入るので、支払いに行かなくてもそのポイントで購入ができるっていう仕組みになってるので、私はすごく便利やなと思って買ってます。メルカリで売ってたお小遣いとしても普通に美容室に行ったりとか、からそれぐらいの金額が入ることもあるので、結構私はそれで美容室に行ってました。フリマアプリのメルカリはもうとりあえずめちゃめちゃ簡単に出品できて購入することができます。早速ですね、どうすればメルカリの商品が早く売れるかっていうね、そのコツを今回は紹介していきたいと思います。私が実際それをやってて、あ、これ早く売れるわ、今までこう何年もやってきてて思ったことを今回紹介していきます。それからメルカリに出品している商品が、もうめちゃめちゃ多くて、毎日100万品の商品が出品されているそう で、商品ジャンルが結構豊富なんですよね。いろんな種類があって、いろんな商品があります。で普通 のファッションだけではなくて、キッズベビーのがあったりとか、あと私が買ってるのはひまちゃんのおもちゃとかですかね。やっぱ結構こうすぐ使わなくなったりするじゃないですか、赤ちゃんのおもちゃって。なので新しく買うよりか、まあ、そういうところで買って、もうどうせすぐに使わなくなっちゃうんやったら、もう安いところで買った方がいいかなと思って、結構意外に綺麗なんでね、綺麗で新品なんじゃねって思うぐらい綺麗なんで、すごく私はいいなと思って使ってます。あとやっぱり、さっきも言いましたけど、新品であったりは中古品であったり、いろんなものがあるのと、あとやっぱお互いにしっかりとやり取りできるっていうのがメルカリのすごくいいところやなと思います。直接ねやり取りできるんで、例えばここはちょっと不安やなと思ったらそれを質問して、ほんならきっちり向こうは返してくれるので、すごくやり取りがしやすいです。万が一トラブルがあった時も、すぐにメルカリさんのところに連絡したらもう素早くで対応してくれるので、すごくそこはねほんま安心して使っていただけると思います。最近では楽々メルカリ便というものがついたので、お互いの住所を知られず、取引ができるので、そこもまた安心して使えるなと思います。それではですね、まず私が今ちょっと購入したいなって思う商品があるので、さっきそちらの方購入していきたいと思います。毎回ちょっと気に入ってるやつあるんで、それも多分売れてなかったらあるかな。エーベリー服の誕生日ドレス、お、めっちゃ可愛い。こういう風にこうずらーっていっぱいあるので見やすいですよね。しかもやっぱ写真が綺麗やと押したくなるな。可愛い。あ、これいいな。これめっちゃ可愛い。白のドレスめっちゃ可愛いです。じゃあこれちょっと買ってみよう。で、まあ一応即購入のとこもあると思うんですけど、一応なるべく基本的に一回コメントでやり取りしてから、取引した方がいいかなと思います。で私はじゃあとりあえず80のドレスが欲しいので、80があるかちょっと聞いてみます。返信が来ました。めっちゃ早い。80のありますと。よし、じゃ あ専用作ってくださるそうなので、お、じゃあこれはじゃあ購入したいと思います。メルカリ便の方を選んでるんで、お互い住所はバレないです。いいですよね、これはほんま安心で、購入していって、取引します。でここで、支払い方法を選べるので、私はじゃあコンビニで支払いたいと思います。に支払いに行きます。じゃあちょっと支払い行ってきます。はーい、ただいま。顔近い、ごめんなさい。
行ってきました。コンビニはすごい、コンビニはねすぐこう打ち込んだりとか、スタッフの方にあのレジの店員さんにこう見た目を見せるだけで、すぐ購入できるので、めっちゃすぐ支払いできるのでめちゃめちゃ簡単です。説明方法とかもあのこのメルカリの中に載ってるので、ぜひもし購入してみてわからへんなっていう方はそこをちょっと見てみると詳細が出てくるので、ぜひ見てみてください。で、まあ、こういう感じでやって、先ほど支払いましたとコメントしていきます。はい、はい、ありがとうございました。明日発送になりますのでよろしくお願いしますということです。明日めっちゃ早いですね。翌日発送ですよ。いいよな、こうやってこう日にち普通の通販やと日にち選べんかったりとか、なんていうんですか、自分のこう意見を言えないので、こういうメルカリやったら直接できるんで、例えば急ぎで明日発送してほしいですとかってお願いすれば、もしかするとお互い都合が合えばやってもらえる可能性もあるので、私は結構素早くできるこのメルカリをよく使ってます。はい、メルカリの商品が、届きました。何が出るかな。お、はい、こういう感じで綺麗に畳んでいただいて、こういう風にしっかりと入れていただいてます。わ、めっちゃ可愛い。じゃーん、可愛いですね。真っ白、後ろのリボンもめっちゃ可愛い。こりゃいいや。しかも安かったからね。普通のやっぱドレスショップとかで買うと結構な値段するんですけど、こんなに綺麗で生地もしっかりしてて、チャックもやりやすい。最高やね。やっぱりね、やっぱ安心できて買えるところが一番いいな。で、出品していくんですけど、やり方としてはですね、綺麗に写すんですけど、コツとしては、そのアクセサリーをパッと見て、あ、欲しいとか可愛いって、印象強くするものが一番いいなと思います。さっきの私が購入した、私が前に購入したその先に紹介したドレスもそうなんですけど、パッと見て、あ、可愛いってこう見た瞬間思うような画像にしてあげるっていうのが一番かなと思います。最初に見るのが第一印象になるので、写りをこんな風に綺麗にしてしっかり正面から撮って、裏であったりとか、あとはアップで写してあげて、こんな感じですっていうことをこういう風にして、じゃあまずちょっとザラのアクセサリー、ね、こういう感じで正面向けて、で、新品激安とかそういう言葉を目につくようなものを一番初めに入れて、ザラでアクセサリー超過ってやります。で、このいろんな名前を上のところにやると、結構こう検索するたびいろんな表示、いろんなこうなんていうかタイトルが入っているので出てきやすくなります。で、商品の説明ってことで、自分なりの説明をしていきます。で、その商品説明の時に、今流行ってるとかを書くと結構売れやすかったり、こういう服に合いますよっていうアドバイスをちょっと入れるだけで、あ、買おうかなとかって思うので、イメージつきやすくなるんですよね。それで買おうと思うので、はい。まあ、シンプルにおしゃれが楽しめますと。で、値下げ交渉ありを入れると、あ、値下げしてくれるんかなと思ってコメントくれるので、そこで交渉していきます。はい。今からちょっと次、ひまちゃんのベビー服をちょっと出品していきたいと思います。これも正面とアップと、あとは、柄がどんな感じなのかとかを分かりやすく何枚か貼っておきます。1枚やと結構みんな不安になっちゃうんで、何枚、2、3枚、最低でも、3枚を乗っけるのがいいかなと思います。ベビー服のポンチョ、70から90。可愛くて購入しました、あまり使わなかったので出品しますと。2回ほど使用したってことを伝えてやっていきます。同じようにこんな感じで、もう一個やっていきます。これもね、めっちゃ可愛かったんですけどね、ひまちゃん嫌がるからね、やめた。なんかひまちゃんちょっとなんかもう新しいの形いいかなと思って今回出品します。結構何回か使ったんですけど、汚れとかしっかり確認して、めちゃくちゃおしゃれに着れる服になってますと、こん
んな風にしたら合わせやすいよっていうことを書いて、この商品のメリットを伝えるっていうのも一つです。言ってってできます。はい、で結構楽々メルカリ便のところの方がみんな抵抗なく買いやすいので、そこでも買おうかなって思う気持ちになると思うので、ですね。はい、こういう感じです。であともう一つ、何度もコツコツうるさいと思うんですけど、コツとしては、時間帯ってすごい大切で、ゴールデンタイム。皆さん仕事が終わった7時から、大体10時ぐらいの間に出品をするのがすごく売れる可能性が高まります。大体その時間、それが夜中とか結構こうベッドにみんな入って携帯いじる頃なんで、それぐらいの時に出品すると一番前に出てきてするので、それがチャンスなので、それをやってみることによって、売れていきます。でまあなんか2日経っても売れへんなと思ったら、もう一度時間のだいたい8時とかにもう一度再度投稿し直すと、その場で売れちゃったりするので、私それで結構売ってたんで、まあそれが一つのコツかなと思います。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。残りの出品する商品は、動画公開後に、随時出品いたします。まあどうせ服とかいらんくなって捨てるんやったら、もう出品してもお小遣いとして、楽しく使う方が私はいいと思うので、ぜひ皆さん試してみてください。今ならですね、招待キャンペーンをしているそうなので、招待してくださった方に、ポイントがつくというものになってます。これはもうね、ラッキーなので、ぜひ皆さん、やってみてください。招待コードこちらになりますので、ぜひこちらのコードも入力してみてください。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。グッバイ。